サッカー J1 のビガルタ仙台に所属する MF、日淵亮平選手が、元彼女である、タレント HB さんに DV をしたとして9月に逮捕されていました。HB さんはネットで、グラドルの橋本真帆さんだと言われています。ツイッターでは、橋本真帆さんが被害を受けていたと思われる内容のツイートの数々、スマートフラッシュにより判明した。サッカー J1 のビガルタ仙台に所属する MF、道淵亮平選手の DV、当時交際していたタレントの HB さんに対して、考えられないほどの暴言や暴行をしていました。HB さんが被害届を出したことで、道淵亮平選手は9月7日に傷害罪容疑で逮捕されています。3時間も罵り続けていた時のビデオ通話の映像、もう目がおかしくて怖すぎる。HB さんへの DV はこれだけではなく、殺人未遂と思われてもおかしくない行動もしています。こちらの写真は、タレントの HB さんの体に絶えず刻まれた、生々しいあざ。道淵亮平選手は、ことあるごとに暴力を振るったようです。現在、道淵亮平選手と HB さんは別れていますが、HB さんが被害届を出す前に警察に通報したとき、道淵亮平選手は HB さんに対して殺意を感じるほどの DV をしていたのです。J1 ベガルタ仙台は20日、同日付で MF 道淵亮平26と契約解除したことを発表した。道淵はこの日発売された一部週刊誌で交際女性に暴行し、9月7日に傷害容疑で逮捕されていたと報じられた。17年の J1 甲府、現 J2 時代にも知人女性への暴行容疑で逮捕。その後不起訴処分となった過去がある。クラブは逮捕については確認できていないというが、掲載された記事内容、写真、メールのやり取りが概ね事実だと本人から確認し、契約解除に至った。フラッシュによると、道淵は、交際していた女性タレントに数々の DV を働いていた。日常的な暴言、女性の体に多くのあざが残るほどの暴力をし、女性は首を絞められたり、玉の中に置き去りにされたりしたことも。ビデオ通話時には、道淵が自らに包丁を突きつけ、脅すような言葉で女性を罵るなどしたという。仙台は、報道から数時間後の20日午前、道淵との契約解除を発表。本日発売の週刊誌におきまして、同クラブに所属する道淵亮平選手に関わる記事が掲載されておりました。同クラブが認知していなかった事実など、クラブの秩序、風紀を著しく乱す内容が含まれていたことから、同選手に事実関係を確認した上で、10月20日付で契約解除を決定いたしましたとした。発表によると、仙台は、記事通りの女性とのトラブルを8月14日に認識。道淵に事情聴取し、顧問弁護士に相談すると、当人同士で解決することが望ましいとの助言を受けた。道淵は、代理人弁護士を立てて女性と話し合い、双方合意の上で解決したとの報告を9月5日に受けたという。その後、道淵から、二度と同様の行為をしないとの誓約書を取り、重い処分を課した上で活動を継続させてきた。非公表としてきたのは、両名のプライバシーに関わり、また、双方の要望がある中での判断だったとしている。判然としないのは、まず、報道が事実であれば、9月7日に逮捕されながら、事実を公表してこなかったこと。それどころか、道淵は、9月20日の17節 FC 東京戦から、直近10月18日の23節、浦和レッズ戦まで、7戦連続で試合に出場している、うち19から23節は先発。発表の通り、両名のプライバシーに関わり、また、双方の要望があるため、非公表としていたのであれば、フラッシュの報道直後に処分を発表したことが、腑に落ちない。インターネット上では、隠蔽がバレたので、首にします。的な感じだよね。前節まで普通に出てたのにバレたから、事後報告で解雇してるフロントが正直一番やばいと思うなどと不信感を募らせる声が数多い。重い処分も定かでない。仙台の主力として活躍する道淵だが、
8月15日の第10節清水エスパルス戦に途中出場したのを最後に、8月23日の12節から9月13日の16節まで5戦連続でベンチ外。ちょうどクラブが問題を把握し解決に至るまでの時期と重なるが、上記の通り9月20日からはチームに復帰している。ネット上では、重い処分を犯したとは何だったの、普通に試合出てたしといった声もあり、どのような判断でチームに復帰させたのか疑問が残る。気になるのは仙台の発表で、フラッシュの報道について当クラブが認知していなかった事実があったとしていることだ。戦術した道淵の処分をめぐる経緯説明の中には、報道された逮捕に関する言及が一切ない。あくまで女性とのトラブルとしているわけだが、クラブが逮捕の事実を把握していたならば、報道内容に鑑みてもトラブル程度で済む話ではない。道淵はヴァンフォーレ甲府に在籍していた17年7月にも女性への暴力により暴行容疑で逮捕されている。同年8月に不起訴処分となったことを受け、甲府は当時道淵の同シーズン公式戦出場停止、3ヶ月の減俸 20%、 社会貢献活動の実施などを発表していた。過去にも女性への暴力問題を起こしていたわけだが、それから今回の報道までの間にもネット上では気になる情報が錯綜していた。掲示板では昨年末から目撃証言が。19年12月12日未明、ネット掲示板5チャンネルでは、昨日仙台駅で泣き叫ぶ女性引きずって通行人に通報されてたの道淵だった。その後警察が来てたけど大丈夫か、原文ママという書き込みがあった。同じ ID で帽子こむってたけど道淵だった。他にも気づいてる人いたから間違いないよ。仙台駅人いたからよくあんな行動できたなって思うともある。人違いだろうなと否定する声はあったが、別の ID のユーザーから、あれやっぱり道淵か、腕つかまれて泣いて道淵は女の子に叫んでたよ、あんなに派手に駅でやってりゃそりゃ通報されるわ、今日の見てた人いるのね、仙台駅激おこ道淵との書き込みもあった。前でフラッシュの記事によると、女性と交際が始まったのは19年5月。また仙台駅で泣き叫ぶ HB ちゃん編集、被害を受けた交際女性を道淵が車に引きずり込むのを見かけたことがあったという関係遮断も掲載されている。これらの真偽や関係性は定かでないが、もし書き込みが事実であれば、クラブが処分したり更生させたりする機会が19年末の時点であったとも言える。仙台は新型コロナウイルス下で業績が低迷し、見込み通りであれば3億800万円の債務超過になるとして、クラウドファンディング CF でサポーターから金銭の支援も募っている。